はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お前ジム入る入るっていつまで俺の横に座っとんだ。そうですよね。緑もう離れます。視聴者の皆様、私は無理か。本日の企画までがございますが、はい、先日ね、21歳、22歳、あれ俺の同級生の娘、はいはい、6歳か7歳の俺が、まあ、けん玉ダメだって言って、まあ、揉めたあのガキに、はい、じゃあアプローチ買ってくれって言われたの、はい、出演料でなかなか高いですね。だからその代わりお前3本4本出ろよみたいなこと言っとったんだ。ああ、そうなんですね。今日これが来たんで、はい、買ったんですか。買ったよ。お、約束はやっぱ、まあ、そのけん玉まで含めての謝罪確かにそうですね。で俺ちょっと考えたの、はい、俺がけん玉舐めてぶち切れたわけじゃん。そうですね。アップルウォッチを舐めて渡したのかって口の中に入れてはいどうぞってやばなんでただでは転ばぬ我、ただでは転ばぬ。せっかく和解したのにもう一生喋ってくれないですね多分。別に誰とも和解なんかするつもりはない俺は優雅独尊コマちゃんです塗り替え道場の社長はいつも元気ですはい、ミッチー君には負けれません。負けれませんあいつ面白いじゃん。そうですね。最近あいつの方が面白いとかコメント欄荒れるもんな。あ、たまに出るちょっとあれだろ、インセンティブみたいなのもあるでしょ。今日でも新卒採用のセミナーでな、はい、あの、まあ、名前言ったらあるけど女の子がさ、はい、家族全員で見てますと。そうそう、あの右の一番右の一番後ろの子。ああ、そうなんですか。で、まあ、いっぺんこの会社行ってみたらみたいなことで、はい、うん、ね、新卒採用もやってます。もう今度今日の説明会でも終わっちゃったもんで、はい、まあ、直接連絡くれたら新卒採用まだ打ち切ってないんで。そうですね。まあ今面接の中で決めようかなと思ってるけど、まあ、その何人も取ってないんけどね、はい、うちは、はい、さあ着いたぞ。今日も流してるぞあの女チキショーこの小娘が絶対怒るぞ絶対に怒るぞ。アプローチもいいだよ。失礼します。マジで気違い加えとるぞマジキモマジいらんのそんなやばいキモいマジキモい近寄らんでほしいもんマジいらんアプローチ欲しいじゃん。いらんいらん、しかもベルトクロじゃないしマジ無理。アプローチ欲しいって言ったやばすぎていらんマジでキモいって言ったもうアプローチ欲しいって言ったらでもマジキモいもそんなんつけらんもん。うん、おう、けん玉とどっちがいい。けん玉とかマジだったせっかくアプローチ買ってきたらどうするんだこれ。汚いし、マジ汚いし、ガチ、うわーキモいガチだ、キモすぎだ見た今、マジキモかった。今、アンチコメント殺到してます今そのシーンだからあ、どうすんだ。ガチいらん、もういらいらん、自分で買う、自分で買う、キモすぎるいらん、お金ちょうだい、逆に買うお金、ここもここキモいしこ、ここもこれ、うぅ何言ってんのわかんない、ここもこれ、うぅ何ここもここもここも俺も何言ってるか分からんとにかく無謀ぞ。あ買ったんだからもう無理だよ。キモいマジキモいガチキモいあれずっと無理だよ。マジいらんもういらんもういらんやめろお前が欲しいって言ったことができたんだよ。ガチ込んでほしい。どうすんの見てよこれもよだれもだけだお前うわーお前がこの間喧嘩売るもんとかあんだろ俺に謝れ。無理大して数字取れんかったしお前無理謝ってほしい逆になんで悲惨だった数字が取れんって悔しい汚いマジやなモザイク取るかじゃあ新品買うかどっちがいい汚いマジで頭痛くなってきた頭痛い頭痛いぞ嘘嘘パパパパお父さんいいこんな娘ちょっと舐めたぐらいでさちょっとじゃないだいぶだから怖いそんなお前贅沢になったんかお前そんな風に俺知らんかったぞどう思う梅ちゃんねえ俺は商売やっていろいろこんなさ舐めたぐらいの時計じゃさどう思う一回つけてほしいですけどねじゃあつけてください頼みますマジで本当にやめて俺がつけたのか俺がつけたのか俺がつけたのかお母さん娘こんな風に育てたのマジで金言えない正解だと思われるけど正解に育てたと思われるけどお姉ちゃんどう思うキモいなキモい
お前舐めただけやないか。お前ちゃんと来る前にお前撮影前に歯磨いとるよ。俺もやっとしてるキモいでしょ。おい撮影前に歯磨いとるって言ってた。その時点でキモいな。ガチキモい。ドラマはキスシーンの前だね。もういいわ帰るわ。はい、じゃあもうできんだからお疲れ。アプローチやるのかお前。それだけ置いといて。ねマジやだ、いらいらいら、マジいら、ほんとにいら、ほんとにいら、ガチキモい、ガチキモい。あれは面白い。無理だよな、あれは。あれは無理だよ。まあまあいいね。やだ、マジで。うわ、あんたに無理。まあまあいいですよ。いやガチキモい、ほんとにキモい。本当にお父さん帰っちゃうぞ。常識考えろ言われてる。ないないない、だけ常識考えろか。はい。え、ありがとう。くれる？あ、これ中入ってなくね？これ中身これ。いらんもん。嘘だわ、まあ。ほんもほんも。これバレたやつ。ありがとう。ねマジ来てみて。入っと、ほんと入っとんの？見てもなんかめちゃめちゃ。白だわ、お前。白注文したやん。ガチ気持ち悪い。ね、ほんとにやめて。誕生日も祝ってくれたで。はい。もう行かないんだってね。やろうと。来た。お父さん悲しいぞ。誰のお父さん？そんな風に育ててないぞお父さん。誰のお父さん？みんなのお父さんだ俺は。気持ち悪い。俺みんなのお父さん、中川区と港区の子供のみんなのお父さんだから。入ってなかったら面白いよ。いや本物だよ。本物、本当買ってよ。本当に買ってよ。そうそう。でこれ本当は壊れた前のやつ。本当に？うん、ちょまじ。本当に見てほしかったな。嘘。さすがに怒るでしょ。それ、全然でしょ。もう俺、視聴者も騙しようかな、視聴者のやつ。あ、本当はなんていいな。で、これ、古いやつ、もう食えた。開かないもん。絶対なんかしたでしょ。じゃあ、ちゃんと入っておきました。でも、なんも開かない。いや、マジか。いいよ、いいよ。大丈夫。やだ、ちょっと待ってください。大丈夫だよ。歯磨き粉で洗ったら結構、きれいめに、あ、きれいになるよ。本物だろ？うん。最新のやつだろ？うん。ありがとう。いや、片方の私見て。いやだ、無理無理聞いたか、無理じゃあ、俺もプレゼント。あ、大丈夫、大丈夫。全然バンドライン。あるバンドがあるぞ。うん、ある。見せて。じゃあ、マジやった。視聴者見せて、ちゃんと最後。いや、いいだろ、でも。いや、嬉しいけど、マジ気もかった。今日ね、前回数字の敏感だね。ちょっと、なんであんなゴミがないじゃん。アプローチして、ちょっと、多分ゴミ持って帰る。ゴミ持って帰るじゃん。こっち持って帰る。お父さんがやって教えとんか。あ、白。あ、白だろ。うん。どうやって冷めるんだっけこれ。こういう風だ。カップ麺にはめてもらう。いやだ。右手だろ。右手左利きだもん。お前左利きな。うん。あ、そうなの。こういう風か。お前カツノブからのプレゼントでカツノブにはめる。マジでやだ、本当にやだ。何乗ってるかわからんで。お父さんいけなくて違う。おお、じゃじゃじゃ、だ。かわいい。締めよ。ちょっとお前ちゃんと数字取ってくれよお前。ちょっとしまうから待って。稼げるぐらいの数字を取れんと。あれ社長って言えるようになった？言えません。ちゃんと言えよ。社長さんって言えたら取り上げる。あれは社長ではないやん、あの行為見たら。確かに。これですか？これは？どうですか？セクハラだよ。はい。勝信。勝信でしかない。まさかの緑連れてきたけど。やっぱ事故だわ。あ、ちょうどじゃあ最後宣伝しよう。会社ね。宣伝会社。今、運営会社。運営会社。よくしてもらったんだ。すげえ。不動産関係の不動産もリフォーム。リフォームやってる。はい、やってます。で、全般？そうですね、全般。まあ、基本的には内装一般です。で、あの、あれ、YouTube でも出てる。ん？ YouTube 上がってる。あ、YouTube やってんの？上げてんの？ YouTube チャンネル。まあ、いいじゃん、いいじゃん。いいよ。いや、あの、うちが持ってるわけじゃないですけど。うちは作ってもらう。協会入るうちはなんだ。うちはって話してない。いや、そのリノベーション協議会っていう協議会の、うん、あのその内部で作った YouTube。あ、そういうことね。はい、チャンネル運営しようとか。この間出た。あ、本当、あそこに出たんだ。はい。じゃあちょっとチャンネル貼ってきます。また LINE に送ってよ。はい、わかりました。で、オチはまあ、商用の頼んだりするの？そうですね。はい、うん、あのクロスやからね、オチはね。まあでも内装はやるの。まああんまりやらんけど。まあ内装はだってここに頼むんだ。で、クロスね。クロスはやる。日本の職人はね、職人が支えとるよ、建設業は。こういう人たちがね、毎日。まあ何文句悪口言っとんだ。おい、何悪口言っとんだ。先生悲しいよ、そんなこと言われたら。こそこそ言っちゃダメなやつでしょ、先生言ったでしょ。お父さんが先生か。バランバラン。
気持ち悪いし。お前ちょっとお前。じゃあ本当にあんまちょっとあんま近寄らないでしょ。じゃあお前かつくなあんたあいつのアプローチ。ありがとう。もういいよ帰ったね。ちゃんと締めやって。じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いしますって一人言える？言えない。お父さんそれだって可愛いさあの赤ちゃんたちか子供が言ってるじゃん。最後言うからなんだ。言えないよ。バイバイ。言うまで黙ってたよ。みんなでバイバイでいいじゃん子供みたいな。結構さこの間からさあのまたねしか言わんよね。また見てねだったのにね。いろいろアップデートしてんだよ。いいじゃんそれだけ。はいじゃあ視聴者皆さんまあなんかごちゃごちゃ来てやめけどうるせえで。さっさと行きましょうか。うるせえ。お前帰ってやろ。帰ろ。お前飯食ってこまで帰ろ。一人で家帰りたくない。帰れ帰れ。お酒飲まんと帰らん。帰れ帰れ。はい、それでは皆さん、まああのこれあのなんだこれバットボタン、はい、バットボタンやんでね、ちゃんとアプローチ。マジやめてほしいあれは。ね、よろしくお願いします。13万アンチされる。じゃあちゃんと登録お願いします。あ、そうだな。俺にバットじゃないもんな。うん、あ、私も嫌だと思うな。いや別に勝信がバットになったら全然いいじゃん。だけどそれが分からんから自分の目もだからぜひあのコメント入れてやってください。バイバイって言って。もう本当にねあのめちゃくちゃ嫌がってるやつをバイバイ無理やりあのアプローチ買ったので最低3本出るってねっつって出演以外かかってるから。バイバイ。ね、まだよろしくお願いします。あと1本だよ。あと1本だよ。2本。味のやつ関係ないじゃん。どう違う？どう違う？トータル3本。はい。またねー。バイバイ。バイバイ。バイバイ。見てねーって。ありがとう。うわ、何これすげえじゃん。優しい。前も出してもらったことない。マジで、うん、今日アプローチもらったもんじゃん。違う、いつもだよ。イメージ最初それよ、みんな。バーカ。あいつカメラ、撮影終わってくるのがうっとしいな。来週撮るからいいかもしれない。カメラの方がいい。お疲れです。あ、はい。ぜひ。この写しあ、いいかわいいじゃん。いいよ、ジェス。かわいいです。かわいい。あの、映っていいけど、うちらにもなんか、あの、ね。いや、家族動画なんかやろうか、じゃあ。報酬。報酬。あれはそっかか。じゃあ、動画で、こっちに求人が来たら、あ、求人募集しようよ。まあ、今度でいいよ。求人。やっぱ、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 でも、あの、今、クロスでめちゃめちゃ忙しいらしくて、はい、で、若い子も今、一言で。ね、長川区、会社長川区だね、長川区なんで、まあ、いいよやけどね、ここで教えてもらったら本当にいいね、本当にめちゃくちゃ仕事できる、間違いない、早いしね、どこで行っても本当に有名、でうちももう専属で頼んどるからね、それぐらいの仕事ができるから、あのクロスの職人さん、ぜひね、まあ、あの募集したら、頑張っていいよやかとかもね、面倒見もいいし、ね、あのそうしょうもないことやもんね。俺はしょっちゅうギャル飲み行こうとかわけわからないけど、もうそういうことは一切ない。真面目なザ・日本を支える職人さんなんで。で、あれだよ。で、落ちんとこに求人が来たらなんかってもらうってやつでいい。これ何、うん、動画を、まあ、撮影しとるわけだ。そうそう、撮影しとるわけだ。はい、そんな感じです。はい、ぜひ。あの、来て、まあ、電話も取っていい？あの、インスタ。インスタね、あ、インスタ貼ってきますんで、ぜひ。はい、そっちの、ね、クロスとかも上げてるんでまた見てください。はい。よろしくお願いします。乾杯。誰に乾杯してるんですか？あ、すいません。健康じゃん。